こんにちは、ギタリストの副島です。今回なんですけど、ちょっとスペシャルゲストとしてオーバルのギタリスト関口慎吾さんにお越しいただいております。関口さん、今日よろしくお願いします。お願いします。いや、もう初めましてというか、初めましてですよ。はい、もうさっきねセッションさせていただいたんですけど、もう本当に素晴らしい時間で、なんか初めてなんだけど、お互いがこれまで歩んできた道がなんか凝縮されてます。凝縮されたかのような密度のね。そうなんです。もう本当最高の時間を過ごさせていただいて、で今回はちょっとまあレッスンのね動画を撮影していきたいんですけども、僕はそのセッションの中で関口さんのカッティングがかっこいいなと、思いまして、それあまり自分にない実は要素で、カッティングを実は結構避けてきたんですよね。そうなんですか。そうなんです。まあ、カッティングをしている例えば自分の楽曲ってのは1個もなかったりするんですよね。確かにイメージが、はい、そう、イメージがもうないと思うんですね。関口さんのカッティングならやってみたいかもみたいな、本当になんか思ったっていうのが結構あって、で関口さんってあの YouTube とかでチルカッティングとかよく、そうですね、何でもチルつけりゃいいと思う。でもなんかそれを目の当たりにして、このタイプのカッティングやりたいと思ってたっていうのは、本当ですか。そうあったんですよね。まあ、なんか前弦こうバチンっていってるわけとまた違くて、低音弦と高音弦の引き分けがあったりとか、こうピックの角度とかも、なんかちょっとこう逆アングルっぽい瞬間があったりして、いや教えてほしいと思いまして。いや、いいんですか。ちょっと今日たっぷり教えていただこうかなと思うんですけど、はい、まず何から聞けばいいのかな。なんですかね。でも確かにその今おっしゃってもらったみたいに、はい、いわゆる普通のカッティングってこう全弦ヒットさせる、はいはいはい、E7 だったらもう 全部ヒットさせるのがまあカッティングだと思うんですけど、うんうんうん、個人的に好きなのは単音のカッティング、はいはいはい、あの低い方だったらだし、うん、高い方だったらなんかとか、なんかこういうちょっとトップノートでメロディーが聞こえてくる感じのカッティングがすごい好きで、はい、まあ、なんかそういうちょっとこうジャキジャキっていうんじゃない感じの勝手になんかチルカッティングみたいに呼んでるようなところはあるんですけど、なるほどですね。それがまあルーツとしては単音カッティングっていうか、単音カッティングとこういういわゆる普通のカッティング、うん、この、うんうん、まあ、手首だけでいくのか肘からいくのかっていうのの使い分けっていうか、はいはいはい、なんかそこが大事かなと思ってます。なるほど、うん、なんか1フレーズちょっと実演を、1フレーズ Em7 とかで、はいはいはい、この低い部分と高い部分をこう完全に分けて弾くっていう、かっこいい。なんか歯切れもありますね、ちゃんと。そうなんですよ。ちょっと真似してやってみます。うんうん、なるほど、なんかちょっと違うですか、ね、アップはいい感じ、このアップはいい感じなんで、多分ダウンのこの低いとこ当てるときにもうちょい強めに、あのなんていうか、パーカッシブにっていうか、あ、これブリッジメイトが弾いてる、うん、割とね、この低い方って暴走しやすいんです。そうですね、はい、割とちょっとミュート、完全じゃなくてもいいから、はい、ちょっとミュートして、うんうんうん、音短めにしてあげて、あ、そうこうか、めっちゃいい。あ、なんかちょっと近づきました。なんかね、イメージは一人で、はい、その要はドラムセットをイメージするっていうか、はいはいはい、まあ低い方がキックだと思って、バスドラム、はいはいはい、音が短いですもんね。そうです、そうです。でこっちがまあスネアだと、はいはいはい、たみたいな。こっちにはこのミュートは入ってないですよね。まあ、基本こう、そうですね、こっちで音をこう長さ調整してあげるって感じで、このゴーストノートが、まあ、ハイハットだと思ってもらって、みたいな。あ、うん、ここのニュアンス難しいな。ここのなんか音程を出しつつも、まあ、ちょっとこのパームミュートを、ね、ミュート、うん、聞かせる感じが結構難しくて、ね、ここでミュートしてるんですかね。そうですね、大体まあこの辺、この辺か、うんうんうん、この位置というのはサドル。そうですね、サドル。あんまこっち来ちゃうと音あれ止まっちゃうから、はい、割とちょっと乗せるぐらい、はいはいはい、そうする
するとボリュームノブにこう当たるみたいなのがあったり、はい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 、なかったり、あ、ここが、はい、そうだね、ギリギリ当たんないぐらい、うん、右手をこう締まってるっていう感じですよね、この結構ね、うんうん、思った以上に、なんて言うんだろう、パーカッシブル、結構音色もありますよね。この低音がボワボワっていうか、このシングルコイルとかのこうちょっとこう軽い感じが、ね、リアめにしてるかも、リアとかリアハーフ、あーの方が音の歯切れがいいかもしれないです。あ、そう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 。とかリアハーフとか、うんうん、あ、本当ですね、うんうん、結構スイグスの場合低音のところ割とこうしっかり圧がやっぱあるなと、そうですね、キックがしっかり鳴ってるっていう感じですね。やっぱりギター一本でちょっとグルーヴ感を出すというか、うん、強弱がそこにあった方がよりこう体が動く感じ、うーん、おー、やっぱここの最初のドゥがないとそんなにこう来ないっていう感じがしちゃう、はいはいはい、なるほど、うん、全然いい感じですよ。いい感じですか？いい感じ。全然いい感じですよ。高い方だけでカッティングしてあげることで、うん、あのメロディーっぽくなんか、なんかこの辺のとか、うんとか、この左手での、うん、音感のコントロール、うん、はいはい、すごい大事。大事ですね、うん、して結構短いですよね、すっごい短いのを弾けるようになっとくと、はいはい、幅が出るというか、その長めの音符と短いのでグルーヴ感がより出せる、全部が全部なんか同じ音下だと、うんうん、あんまりこう体って動かないですよね、うんうん、じゃなくてやっぱなんか、はいはい、ダブル、なるほど、うん、短く切るのってあんまり一般的なカッティングのコツとは言われないですよね、違うかも、うん、確かに、ここ大事ですよね、だから大事それが最初僕がアップがいい感じだった要因ですよね、この、うん、そう、アップはめちゃくちゃ短い、いい感じです、結構その揺さぶるってなかなか頭で分かってても、うん、どうしても均等に弾いちゃいがちだなって今そうです、ね、やってて思いました。同じパターン結構繰り返しちゃうから、うん、ずっと引き込むことが大事だな、そうだから、まあ、基本のカッティングがちゃんとできるっていうのはすごく大事で、はい、まあ、まあみたいなのはもちろん大事だしちゃんと習得しなきゃいけないんだけど、はいはい、そこからさらに一歩突っ込んだカッティングってなってくると、うんうん、まあ、コリーオンとかも本当そうだと思うんですけど、はいはいはい、この中でのダイナミクス、うんうんうん、その音の長さだったりとかタッチの強さだったりっていうのをなんかいろいろ組み合わせていくと、はいはい、ピックの持ち方はちょっと聞いていいですか？もちろん僕でも参考になるかな、なんかこんな、この親指が、うん、まあ、ピックに対してこうペタッと横にあり、うんうん、人差し指のこの向きってどうなってるんですか？こんな感じですね。あ、結構その先端に対しては斜めぐらい、うん、そう、あ、そうかもしれないですね、斜め、うん、結構こういう感じ、なんかこう、こうじゃないですね、だから、あ、じゃないかも、うん、ギュッと握ってるっていうよりかは、ね、結構この角度と人差し指の角度が同じぐらいの方向に、うん、つまんでるみたいな、うんうん、そうですね、なるほど、ちょっと楽しかった。いや、めっちゃいい感じです。確かに新鮮な絵かも。あんま刻まないんで、うんうん、すごいグルーヴしてる。なんかすごくタイトに弾かなきゃいけないとか、うんうん、バッチバチにやるべきかなとかは思ってたりしたんですけど、うんうん、結構こういう遊びがあって、うん、ふわ、そういうカッティングすごい好きですね。なんかカッティングだけど、ただ単純にキープ
するってよりはなんかベースがこう動いたりとか上の方のフレーズがこう動いたり、なるほど。じゃあちょっとここからですね、はい、あのジャスト・ザ・トゥー・オブ・アスのコード進行をちょっとこれで弾く練習を、うん、OK、一緒にしたくて。もちろんです、もちろんです。ドラマーがどんなパターンで叩いてるかなっていうのを想像しながら、あ、なるほど、スタスタスタタンスタタンみたいな、やっぱこれ関口さんがプロデューサーとしていろんな楽器操りながら曲作ってるっていうのめちゃくちゃ大きいですよね。この動画を最後までご覧いただきありがとうございます。この度僕のオンラインギタースクールソウルギターラボがオープンすることになりました。副島俊樹の直接指導と完全個別のカリキュラムで1年で確実にネオソウルギターが弾けるようになる全く新しい形のオンラインギタースクールです。ギターの構え方から最先端のネオソウルフレーズまで網羅した豊富なレッスン、全てのレッスンに連動したアウトプットのフレーズ集、24時間365日、いつでも悩みを相談できるあなた専属のコーチ、全国から集まった共に高め合っていく仲間、ギター上達に必要な全てがここにあります。現在7日間の無料体験実施中です。ソウルギターラボであなたを待ってます。